やもう暑いよな。今ね時刻は、まあ、20時4分なんだけども、もうまだ温度29度だね。全然下がんないわ。まあでも昼間はねもっと暑かったな。32度ぐらいまで行って、でさらにさこう輻射熱がまたすごいんだよね。でもさすがに耐えられないと思って、もう今日はこういう冷却グッズを出したよ。まあ去年からさ冷蔵庫を導入して、で、まあ、こういうグッズを使えるようになったんだけどね。エアコンがないからさ、こういうアナログな冷やし方で体を冷やすっていう感じで、でまあ3つあるんだけどさ、この首に巻くやつと、あとはこう額に巻くやつと、であとはこのなんだ枕。結構ね、あの首に巻くやつは重宝するね。やっぱ首冷やすとね気持ちいい。なんだろう、やっぱりこの太い血管が通ってるところを冷やせば体冷えるっていうじゃん。よく熱中症になった時なんかこういう風に脇にさ氷挟んで体冷やしたりするよね。まあ、ああいう感じでこう首も多分有効なんだろうね。血管が結構通ってそうな気がするから。でこれなんかはさ、あのこう予備でもう一個ジェルがついてくるから、こっちがぬるくなったらもうすぐにこう冷凍庫に冷やしてるこれを取り出してまた巻いてみたいな、すぐ取り替えられるのがいいよね。これ結構ね、あのもう20分ぐらいで生ぬるくなってきて、でこう冷えてるうちはいいんだけど、ぬるくなってくるとさこう湿気で気持ち悪くなるんだよね。暑いし、なんかこの首から出てくる水でジメジメするしっていう。だからもう、あぬるくなったなと思ったらもうすぐこれを交換して、だからこう予備がついてきたのは非常に嬉しいよね。でもう一個この額のやつね、これはねなんかね冷えすぎるというかこう冷却力が強すぎてさ、逆にこう頭が痛くなってくるんだよね。だから熱中症気味になった時にこれをこうやったりとか、あとは逆に風邪になった時なんかはこうやればいいのかな、冷えピタみたいな感じで。こう通常ではあんまこれ使わないね。で最後にこれなんだけどさ、この枕、これもね結構そのままこう寝るとさ、すぐこう後頭部が冷たすぎて痛くなってくるから、こうバスタオルなんか巻いて使うんだけどさ、最初のうちはね適度なひんやり加減でいいんだけどさ、こうやっぱこう寝てるとさこう頭痛がするというか、こうタオル自体も冷えてきて、で結局ね頭が痛くなってくるっていうね。だからあんまりこれ枕として使ってないんだよな。だからこうやって脇に挟んだりするとね結構あの気持ちいいから、主にこう脇に挟む感じで使ってるね。でも便利になったよな。昔なんかはさこういうのなんか氷枕とかわざわざ作ってやってたわけじゃん。それがもうこういうのが発明されてちょうどいい柔らかさでこう凍らない程度のこうジェルがあるわけじゃん。 これとか結構1個1000円ぐらいするんだよね。で高いじゃん。だからこういう安い保冷剤買ってきてこれ枕代わりにすればいいじゃんって思うんだけどさ、安い保冷剤はねガチガチに固まるんだよね。だからあんまり快適じゃないよね。やっぱこの微妙なブニブニ感というか専用品だけあるなっていう、まあ、この首のやつもそうだしさ、こう微妙なブニブニ感、まあ、こんな感じでいろいろ冷却グッズを駆使して夏を乗り切ろう、いろいろ冷却グッズを駆使してね、この暑さを乗り切ってるわけだけどさ、でもいよいよきつくなってきたら逆にもう外に出ちゃった方がいいね。もう小屋の中だとさやっぱりどうしてもこもっちゃうから、こう外は日差しがあるんだけどさ、日差しの下はこう風が通るからさ、まあ、あとはあれだね、今動画撮影中だから切ってるけども、こう換気扇なんかこう回してあげるとさ外の涼しい風が入ってきてんだよね、換気扇。ただね今ぐらいまで、今7月3日なんだけどさ、まだ換気扇回せば
夜はそれなりに涼しくなるけども、これ梅雨が明けるともう換気扇回してもね、もう夜全然涼しくない。もう外の温度が結構暑いからさ、換気扇回してもあんまり冷えないんだよな。もうそうなったら、まあ、最後は実家に帰って涼しくなるのを待つべしっていう。で、涼しくなった頃にまた小屋に戻るって感じかな。まあ皆さんもね、熱中症にならないように気をつけてください。僕も気をつけます。